。改めまして皆さんこんにちは。陸上自衛隊中部方面音楽隊ブラススクワットです。私たち陸上自衛隊中部方面音楽隊は、演奏活動を通して自衛隊と国民の皆さんとの架け橋となり、自衛隊の活動を広く広報しております。いつもはですね、コンサートホールとかで吹奏楽の割とかっちりした演奏会をやるということが多いんですけども、本日はここ神戸三宮の街の中ということでゲリラライブ的にやらせていただいてます。よろしくお願いいたします。チラシを見ていただいた方もそちらにも、ね、貼ってあるんですけども、ブラススクワットという名前なんぞやと思いかもしれませんね。英語でかっこよく言ってますがブラススクワット、日本語で言いますと管楽器分隊ということで、ちょっと自衛隊にちなんだ名前になっております。今日はですねこのようなメンバーで送っていきますので皆様どうぞ短い時間ではございますが最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。オープニングにお送りしました曲は、ジャバループの白クマという曲でした。ニュースゼロテレビのですねニュースゼロの番組の中で野球コーナーのですね BGM として流れてますので聞いたことある方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、では次の曲いってみましょう。次はですね、社会現象にもなりました大人気アニメ鬼滅の刃より遊郭編のオープニングテーマを、お届けしたいと思います。それではお聴きください。残響参加。
い、ありがとうございました。鬼滅の刃より残響参加をお送りいたしました。鬼滅の人気すごいですよね。街中でもですね、よく炭治郎とか禰豆子とか、しょっちゅう見るんですけども、皆さんところで劇場版無限列車編ご覧になりました？あ、結構うなずいてくださってますね。私あの映画でですね、結構実は個人的に好きなシーンがありまして、煉獄さんと赤座のシーンなんですけど、赤座がお前も鬼にならないかっていうシーンですね。あそこ結構好きでですね、お前も自衛官にならないか。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。今これ2回目の演奏なんですけど、1回目より受けてますね。ありがとうございます。自衛隊ですよね、一緒に働いてくれる自衛官になってくれる方を募集しております。こちらのギャラリーの中で、自衛隊の募集のパンフレット、また資料なども、配布しておりますので、ぜひお立ち寄りくださればと思います。またご自身あるいは身の回りの方で自衛隊に興味があるという方がもしいらっしゃいましたら、近くの自衛官に声をかけていただくか、最寄りの募集案内所の方にですね、ご連絡いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。そして、さらにお知らせがございます。6月3日金曜日午後7時から、兵庫県立芸術文化センターで、中部方面音楽隊の定期演奏会がございます。第54回定期演奏会がございます。入場は無料となっているんですけども、チケットのお申し込みが必要ですので、お申し込みをしていただければと思います。またそしてこのチケットの申し込みの締め切りがなんと明日となっておりまして、ちょっと急ではあるんですけども、興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひお手持ちのスマホからですね、簡単にネットでお申し込みができますので、ぜひどしどし応募していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。陸上自衛隊中部方面音楽隊第54回定期演奏会、6月3日金曜日、場所は兵庫県立芸術文化センターです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで、お送りしてまいりました、中部方面音楽隊ブラススクワットではございますが、今日はですね、この後もう1回、14時からの演奏をここで行うことになっております。ぜひですね、ご家族、お知り合い、お友達、また途中から来て全部聞けなかったという方も、もしもう1回来ていただければと思いますので、ぜひ足をお運びいただければと思います。よろしくお願いいたします。ということで、次は最後の曲になります。皆さんご存知の曲でお別れしたいと思います。ルパン三世のテーマ。
ありがとうございました。演奏は陸上自衛隊中部方面音楽隊ブラシルスクワットでした。